おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。独占テスラサスペンションの不具合でノルウェーの安全規制当局の調査に直面。ドイツの EV 市場をめぐる攻防第11回 BMW が輝く。テスラの廉価モデルが間もなく中国へ。ギガ上海が大幅に拡大。 GM とフォードの EV 所有者、早ければ2月にもテスラのスーパーチャージャーを利用可能に。テスラサイバートラック用4680セルの生産に問題ありとの大雑把な報道。テスラがリコールの可能性に直面する中、キャシーウッドが8ヶ月ぶりにテスラ株を購入。これらの情報を今日はお届けしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。まず独占、テスラサスペンションの不具合でノルウェーの安全規制当局の調査に直面。こちらの情報をお届けします。この内容はテスラのモデル S および X のサスペンションに関する問題です。ノルウェーの交通安全規制機関によって調査されていますけれども、この問題の内容としては下部リアコントロールアームの破損に関する消費者からの報告です。テスラ側からのコメントはまだありませんが、安全上の重大なリスクがあると判断されればリコールが発表される可能性があります。調査の結果はクリスマスまでには決定される予定です。ノルウェーはテスラの主要な欧州市場の一つであり、2013年以降に12万台以上のテスラ車が登録されています。そしてこの問題は EU 全体に影響を及ぼす可能性もあるでしょうということです。はい、という内容ですけれども、リアコントロールアームの破損ということなんですけれども、リコールとなってくるとアップデートではなく本当のリコールになる可能性もありますので、またこちら新情報があれば紹介をしていきたいと思います。続きまして、ドイツの EV 市場をめぐる攻防第11回 BMW が輝く、こちらの記事を紹介します。こちらの記事の内容は2023年11月のドイツ自動車市場の結果となっています。全体としては 6% 減少です。 BEV は 22% 減です。 PHEV は 59% の大幅減少となっています。そんな中、シュコダエニアックが販売トップとなりました。これはテスラモデル Y やフォルクスワーゲンの ID4 を上回る驚きの成績となっています。こちらがそのランキングですけれども、シュコダエニアックが1位となってきています。で、2位がモデル Y です。そして3位4位に BMW が入ってきて、5位にテスラのモデル3という結果となっています。このランキングを見ると BMW の i4 と iX1 が好調です。特に i4 は記録的な販売数を達成ということです。そしてメルセデス GLC PHEV は2021年12月以来の最高記録を更新ということも書かれていましたけれども、もう一度見てみましょう。ここですね、11位のところにプラグインハイブリッドでメルセデスがランキングしているということです。で、トップ10の中は全部電気自動車となっています。そして年間トップはテスラのモデル Y が独走中ということなんですけれども、現在シュコダエニアックがフォルクスワーゲン ID4 を追い越す可能性がありということで、年間ランキングを見てみましょう。はい、こちらが年間のランキングとなっていますけれども、モデル Y が1位となっています。で、2位3位がフォルクスワーゲンの ID4 と ID3 が来ていますけれども、4位にこのシュコダのエニアックがランクインしてきているということです。そしてブランド別のランキングとしては、メルセデスがフォルクスワーゲンを抜いて首位に立ちました。BMW も市場シェアを伸ばしているということで、ブランド別のランキングですけれども、はい、こちらですが、メルセデスが1位ですね。で、2位がフォルクスワーゲンで、3位がテスラとなってきています。はい、という内容ですけれども、シュコダエニアック、正直ですね、僕は初めて聞きましたので、ちょっとね調べてきたんですけれども、シュコダはチェコの自動車メーカーです。そしておよそ120年にわたる自動車製造の歴史を持っています。現在シュコダはフォルクスワーゲンの傘下に入っていて、フォルクスワーゲンがシュコダを、再生させたということが書かれていましたけれども、このシュコダ覚えておこうと思います。では次はテスラの廉価モデルが間もなく中国へ。ギガ上海が大幅に拡大、こちらの記事を紹介します。現在テスラは上海のギガファクトリーの拡張を進めています。こちらに関しては以前も紹介しました。そしてそこでは待望の予算に優しいモデルの導入が期待されていますけれども、この新型モデルはモデル2、モデル9というふうな名前で、今予想はされていますけれども、コンパクトハッチバックになるのではないかというところで、今回のこの記事の中では価格は約2万1800ドルになるのではないかということが書かれていまして、量産は2025年以降の予定であるという情報も書かれていました。はい、という内容で、新しいモデルの名前がモデル2、そしてモデル9という、名前が出てきました。
たけれども、このモデル9に関しては僕は初めてねこの予想を聞きましたけれども、果たしてね何という名前になるのかどうか、そしてこの記事の中ではコンパクトハッチバックになるのかということがね書かれていましたけれども、本当にコンパクトハッチバックになるのかですね。そして価格が 21,800 ドルです。こちらも 25,000 ドルではなくて 21,800 ドルということなので、まあ、こちら日本円に換算すると現在の為替レートでいくと約310万円となっていますけれども、25,000円からさらに安い 21,800 ドルになるかどうかですね。いや、こちらですね、この記事の中では2025年からですね発売開始というふうなことが書かれていますので、来年あたりからですねいろいろと情報が出てくると思います。できることなら個人的には今までにないデザインを期待したいと思っています。まあやるんだったらサイバートラックの小型版みたいな感じですかね。そこまで奇抜でなくてもいいと思うので、新しいデザインでこのモデルが多くの方にね買ってもらえるようになってくると思いますので、多くの方から支持が得られるようなそんなデザインを期待したいなと思います。はい、では次は GM とフォードの EV 所有者、早ければ2月にもテスラのスーパーチャージャーを利用可能に、こちらの記事を紹介します。テスラのスーパーチャージャーネットワークですけれども、2024年2月より GM とフォードの電気自動車に開放します。これはテスラ以外の車両でも利用可能になる大きな一歩になるでしょう。そしてこれらの北米の自動車メーカーは、将来的な EV モデルにテスラの充電コネクターの NACS を採用する予定です。最初はアダプターを通じての利用になってきて、2024年に開始です。そして2025年からは、そのフォードとか GM の新車にも直接統合できるように、初めから NACS が統合されていく予定ということです。そしてこの GM とフォードだけではなく、現在他の自動車メーカーで NACS を採用と言っているメーカーに対しても段階的に行われていくということです。はい、という内容ですけれども、いよいよ来年の2月からスーパーチャージャーの開放ですね。ぜひね他の EV メーカーの利用者にスーパーチャージャーを体験してもらいたいと思います。そしてこの開放によってテスラの収益が変わるかどうか、ここもね気になりますね。はい、では次はテスラサイバートラック用4680セルの生産に問題ありとの大雑把な報道、こちらの記事を紹介します。テスラの4680バッテリーセルの生産に関する最新情報ですけれども、ロイターによるとテスラはギガテキサス工場での4680セルの生産に苦戦していて、年間約2万4000台分のサイバートラックに対応するだけの生産能力にとどまっていると報道しています。で、この報道に関してこの記事の中では少しね疑問を呈しているということです。そして今回のこの4680セルの注目される点としては、乾式コーティング技術のスケールアップの難しさとなっています。テスラのエンジニアリング担当副社長のドリュー・バグリーノ氏は、2024年末までに8ラインの生産能力を目指しています。全ラインの展開は最初の2ラインの成功を再現できるかに依存しているということです。この記事では4680セルがサイバートラック生産の主要な障害であるとは疑っています。しかし乾式コーティング技術の進歩、これがテスラの将来の EV プログラムにとって重要になるでしょうということです。はい、という内容ですけれども、最初はこのロイターの記事をね紹介しようと思っていたんですけれども、もうなんかね批判的な内容がちょっと中心であったというか、まあ基本的にロイターは割とテスラを叩くので、ちょっとねあまり気持ちのいいものではなかったので、こちらの記事を紹介させていただきました。そしてこの記事の中でも書かれていますけれども、現状では年間2万4000台という数字です。今のサイバートラックの目標は年間に25万台です。そのためにも週に5000台、月に2万台というふうな目標なんですけれども、やはり年間2万4000台の技術であるということからも、今現在これはね相当難しいんだと思います。テスラの技術者さんたちはかなりね苦労されていると思いますけれども、ぜひね乗り越えてもらいたいと思います。まあ、このあたりイーロンさんの伝記を読むとイメージがつきやすくなると思います。とてもねイーロンさんの伝記面白いと思いますので、ぜひね年末年始の読書にねどうでしょうかと。でイーロンさんの伝記に関しては概要欄にリンクも掲載していますので、ぜひねこの年末年始イーロンさんの伝記を読まれてみるっていうのはねいいんじゃないかなと思いますので、まだ読まれていない方、ぜひねこの年末年始にイーロンさんの伝記を読まれてみてください。はい、では最後です。テスラがリコールの可能性に直面する中、キャシーウッドが8ヶ月ぶりにテスラ株を購入、こちらの記事を紹介します。キャシーウッド氏のアークインベストは4月以来初めてテスラ株を購入しました。その内容としては10万株超の大型投資となっています。テスラの株価は向上を維持し、 S&P500 を大きく上回るパフォーマンスとなっています。
そしてこのタイミングでの投資について近日中にイーロン・マスクさんと対話を予定しているということです。はい、という内容ですけれども、キャシーさんが久しぶりにテスラを大きく買ってきたということと、イーロンさんとの対談が近日中にあるということなので、こちらもね楽しみですね。というところで今日のキャシーさんをね見ていきたいと思いますけれども、じゃんということで、2023年12月20日のデータですけれども、テスラを大きく買ってきているということです。はい、ではまとめです。今日はねちょっと多かったですけれども、テスラサスペンションの不具合でノルウェーの安全規制当局の調査に直面、ドイツの EV 市場をめぐる攻防、テスラの廉価モデルが間もなく中国へ、 GM とフォードの EV 所有者スーパーチャージャーを利用可能に、サイバートラック用4680セルの生産に問題ありとの大雑把な報道、そしてキャシーウッドが8ヶ月ぶりにテスラ株を購入、これらの情報を今日はお届けしました。ということでキャシーさんが動きましたけれども、テスラ株がここからもう一上げしてくるのか、それがねあるかどうかですね。そしてなんでこのタイミングで買われたのか、ここをね考える必要があるかなと思いますので、日曜日のアンケートで皆さんに聞いてみたいと思います。はい、ではお知らせですけれども、24日の午前8時からメンバーシップの勉強会を行いたいと思います。メンバーシップの勉強会は Zoom で行っています。今回から内容ですね、新NISAについてというところでやっていこうかなと思います。新NISAが始まっていきます。その中でテスラ株投資をねされていく方もねいらっしゃると思いますけれども、新NISAについてどういうふうな感じで投資をしていこうかというところに関しての投資の勉強会というふうな感じですね。そしてやはりキャシーさんの投資先の銘柄についてとか、まあそういったことに関していろいろと勉強し、その新NISAをねうまく活かすにはどうしたらいいのかっていう内容でメンバーシップで勉強会というのをねやっていこうかと思います。実際に人と話して情報交換した方が内容はね濃いと思います。ぜひあんまり相談する人が周りにいないとか、こういった話をする人が周りにいないっていう方はね、あのメンバーシップの方に来られてみてください。いろいろとねそこで情報交換していきたいなと思います。でメンバーシップですけれども、ベーシックとスタンダードとアドバンスってありますけれども、ベーシックの方からもう Zoom での勉強会は参加可能です。スタンダード以上の方は別途ですね LINE のオープンチャットを用意して、そこでもね情報の交換というのを、ね、やっていこうと思っています。ぜひそういったのに興味がある方はメンバーシップの方に来られてみてください。24日の午前8時から第1回の新ニーサの勉強会っていうのをねしていきたいなと思います。はい、ではマーケットチェックをしていきたいと思います。まずダウですけれども、ダウは今日ね144ドル上昇し 37,226 ドルとなっています。そしてナスダックも上昇ですね、 16,834 ポイント、 S&P500 も上昇です、 4,719 ポイントということになっています。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラは上昇しておりまして 251.78 ドルとなっています。最後に NVIDIA ですけれども、 NVIDIA もね反発しましたね、 484.85 ドルとなっています。続きましてドル円ですけれども、ドル円は現在143円台となっています。最後に日経平均ですけれども、昨日は大きく下げてきてますね、535円安の 33,140 円となっています。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日はスイカ 2K43 のコメントです。モデル X を購入してから丸5年、エアサスのエアモレやAP コンピューター交換、フロント左右アッパーアーム交換など多くの持病がありました。4年までは保証がありましたが、これからは全て自腹なので少し心配です。後から入れると言われた8年延長保証もいつの間にか消えてしまい、サービスは本当にその通りで、部品の取り寄せが1年を過ぎても音沙汰なしで見込みも一切不明、今のサービスレベルでは国内での大きな普及は難しいでしょうというコメントです。実際の情報どうもありがとうございます。スイカ 2K4 さん、コメント並びに情報ありがとうございます。結構な持病を持たれているなというところですけれども、一応僕のモデル Y に関しては2022年製ですけれども、今のところ一切不具合というのはありませんが、やはりですね以前のモデルにも乗られている方は何かしら持病があるというのはね割と聞きますね。そしてテスラの普及とともにサービスも良くなることをね僕もね期待していきたいなと思います。はい、昨日もですねコメントいただいております、ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援しテスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。そして今回の記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
推進です。まず X のスペースですけれども、今日の朝7時30分から行うと言いましたけれども、すいません、ちょっと時間の変更で前倒しで朝の7時から30分程度やりたいと思います。最近 X の投稿もね、いろいろしていますので、ぜひ X の方でもフォローの方よろしくお願いいたします。はい、あとメンバーシップですけれども、概要欄から参加することができると思います。今週の日曜日のね、朝8時からやりますので、ぜひね、あの参加の方よろしくお願いいたします。 Zoom で録画しますので、カメラオフ、そして名前も変えてね、参加の方よろしくお願いいたします。では、昨日からですね、福岡の方もかなりね、寒くなっておりまして、雪が積もるかなと思いましたが、雪はね、積もっていないですけれども、結構寒いですね。今日も一日寒いと思いますので、皆さん体調にはお気をつけになってください。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしになってください。ではまた。